はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。こちらは9月の8日に収録をしておりますけども、今ですね、実は沖縄の方に来ておりまして、石垣の市議会議員選挙、石垣市議選が行われております。ここにですね、金城俊則候補、そして中峯忠候補、こうしたです公認と推薦の候補がそれぞれ1名ずつ立っておりますので、この応援兼ねてですね、今沖縄の石垣市に来ているわけでありますけども、実はですね、今沖縄ではですね、統一地方選挙、統一選の真っ只中なんですね。で、これね、何言ってるか分からないという方いらっしゃると思うんですね。政界関係者にとって統一地方選挙で言えば、当然来年4月に行われる、全国、大体半分ぐらいの自治体で選挙が行われることを統一地方選と言いますし、政治に詳しくない方はそもそも統一選なんてことも知らないと、そういう方もいらっしゃると思います。ただですね、これ実はね、沖縄においてはですね、この統一地方選とはね、9月に行われる、この県知事選挙も今行われてるんですけども、この県知事選挙と同時に9月に行われる選挙で、かなり多くの沖縄県内の自治体で選挙が行われて、これが沖縄県内における統一地方選、統一選と呼ばれてるんですね。なぜですね、本土、日本全国は大体4月に来年の、2023年の4月、これが4年の中期でね、この統一地方選挙という自治体の選挙が行われているのに、沖縄だけ9月になっているのかというとですね、これやっぱりですね、ご想像の通りと申しますか、やっぱ歴史的な背景がありまして、この沖縄というのはですね、戦後、痛ましい戦争の歴史がありまして、戦後はアメリカ軍政府に統治をされていた時代もあります。そしてですね、そのアメリカ軍統治の時代に、まず1945年の9月ですね。1945年の9月に、まずね、選挙が行われたと。ただ、この選挙でね、実は、日本の本土に先駆けて、完全な女性参政権が行われて、この1945年の9月に、この選挙が行われた。これね、実は日本全国、一番最初に女性参政権が選挙をやったのがどこですかっていうと、これ沖縄っていうのは結構割と有名なトリビアというかな、政界関係者とかクイズとかではよく出てくる話なんですけども、その後ですね、でもこの選挙があったと紆余曲折ありまして、やっぱりこの市区町村がやっぱり人口移動があってですね、この選挙の方は一回無効になってしまいまして、戦争中に県知事が行方不明になっていたので、県知事を探したりとかですね、紆余曲折あってちょっと状況が整ったのが、1950年になってからで、1950年の9月にこの沖縄県内の県知事選挙も含めた一斉選挙が行われて、この1950年以来、この4年の周期で沖縄においては統一地方選、統一選というのが、この9月に行われていると。こういう伝統、歴史があるわけなんです。で、この9月にね、アメリカ軍政府が、じゃあ選挙やろうと設定したのはなぜかというと、やっぱりご案内の通り、アメリカとか欧州では9月が新学期のスタート、年度の変わり目で、日本は4月ですけどね、欧米は9月という人が多いですから、ここに合わせたんだろうなというふうには推察がつくと思うんですけども、こうした事情もありましてですね、今、まさに県知事選挙で一緒に行われているこの9月が統一選ということになります。この統一選にですね、日本維新の会の仲間たちも多く応援、挑戦しておりまして、この先ほど申し上げた石垣市議選においては、公認候補の金城俊則、そして中峯忠、そしてあと沖縄市議会議員選挙に高野義光さん、そして中条村議会議員選挙に張瀬健豊さん、こうした方々、もう公認が3名、推薦が1名、挑戦しております。なので今沖縄県内には残念ながら日本維新の会にバッジをつけた現職の地方議員はいないという状況でありますけども、今回のこの沖縄統一選、この本土の4月じゃなくて、その半年前の9月に行われるこの沖縄の統一地方選でね、この公認、そして推薦の4名の仲間、何としても当選させたいというふうに思いますので、ぜひですね、皆さん、ご支援のほどいただければと思います。私も結構マイクを握って、石垣市議選の方で2人の候補を応援させていただいたんですけども、なかなかこの初めて来る土地の選挙っていうのはね、勝手がわからんですね。結構ね、皆さん手振ってくれるんですよ。車からの反応とかめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃいいんですけども、これが果たしてね、維新だから、あるいはこの候補だから手を振ってくれているのか、あるいは石垣市の方、石垣市の有権者の方、みんなに対して愛想がいいのか、頑張ってる人たちにみんな手を振ってくれるのかっていうのが、あんまよくわからないのでね、ちょっと結構、手応えっていうかな、反応はすごく街頭演説してるとあったし、もともと横浜住んでたんで、音喜多さん応援してますとか、話しかけてくれた人とかもいたんですけどね。でも、この石垣市議選については29名が立候補して、受かるのが21名、22名か、22名ということで、およそ3分の1が落っこちる。かなり地方選挙にしては激戦ということになりますので、ぜひ石垣市の皆さん、もちろんのこと、石垣市内に知り合いがいるよという方もですね、今回日本維新の会の公認候補、推薦候補が挑戦してるんだということで、ぜひお伝えいただいて、ご支援の輪を広げていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、そしてこの YouTube チャンネルにはチャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。もう明日には東京の方に帰りまして、あと、日曜日からアメリカ出張ということで、南からアメリカにぶっ飛んで、頑張って仕事をしてまいりますので、よろしくお願いします。なんかね、めちゃくちゃ目が腫れちゃったんですよ。ほら、見て見て。目が痛い。ということで頑張ります。それではまた次回、さよなら。